今日も、ライブ配信をやっていきます。ライブ配信は、どれだ、これだ。共有しないといけない。共有しないといけないということはないんですけど、共有したいという、ね、思いが募りますね。共有しないといけないということはないんですけど、共有したい。いいですね。よし。今日は、お出かけされてる方へ、結構皆さん来てるんですけどね、ウブド。ウブドの人気が多分すごいんですよね。なんかバリの人たちの中では、オーストラリア人の中ではスミニャックっぽいんで、なんか髪型はないこれ。バリの中ではスミニャックが流行ってる感じがしますね。ライブ配信中。ライブ配信中。これで5。OK。で、これね、先にできればいいですよね。ライブ配信中ということで。宣伝をさせていただきました。ね、ウブドですね。まあ、スミニャクがいいんですよ。なんであんなに人気なのかな、ウブドって。なんか、別になんともないんですよ。なんか森があって、森があるって感じ。ライステラスがあって、で、そこにブランコがあるみたいな。ライステラスがある。こう段々畑になってて、そこにこうブランコがついてるっていうね状態なんで、別になんかまああれなんだっけ、ビーチクラブが人気なのかな。まあでも行きたいとこに行くって感じですよね。どうなんでしょうね。ビザ、観光ビザは2ヶ月ぐらい折れるのかな、最長。だけど、イミグレになぜか3回ぐらい行かないといけないっていう、自国のシフトが待ってますけどね。2ヶ月ぐらいは入れるので、すごく楽しめるんですよ。何を悩んでるかっていうと、ちょっと一回、そう。まあ、コロナが流行ってるんで、どこに行けばいいんだろうみたいな。近くの国、だいたい、マレー、カンボジア、ベトナム、シンガポール、フィリピン、インドネシア、ブルネイっていう国が様々あるんですが、そういうとこに、どこも、インドネシアが一番コロナが少ないんでね。大変ですけど。どこ行けばいいんだろうみたいな。ちょっと僕は全くわかんないんですけど。行ってみたいなと思います。いろいろ国に。さあ、どこに行こうか。まあ、おすすめ的には今、おすすめっていうか、そこしかないだろうっていうのはいけないですね、ちょっと。まあ、マスクしてても映るし、メガネ、この横がないやつ、横があるやつしてても映るし、まあ大変ですよ。毎日なんかコロナの話しとるけどな。コロナの話とかいいよな、別に。しょうがないもんな。みんな頑張って予防するしかないという。僕は今日ね、日本、食売ってるパパや行ったらアルフォート売ってましたね。こっちで売っとんかいみたいな。いや、これは参りましたけど。それをみんなに配ってしまったっていうのがね、ダサいですよね。まあそういうこともあります。まあ、あとシーチキンはなかったかな。あったかな。
売ってたかな。いやー、なんだろう、売ってなかったかな。シーチキン売ってたらいいですよね、それは。まあ、そういうので、あ、そう、ウブドがやっぱ人気なんです。ウブド、まあ、スーパーとかがいいかもしんないですね。ホテルとか。で、今度、僕、あれ、この話したっけ？ニューピーの話ですよ。ニューピーって知ってます？電気も消すんですよ。家の。それで、お店も全部閉まる。バリ全体のね。それで、出ちゃいけないんですって。一日、丸一日ぐらいかな。ご飯とかもみんな買いだめて、冷蔵庫入れといて、食べて、みたいな。そういうのが大変だから、こっちの人たちはホテルに避難する。避難じゃないけど、行くんですって。一日、丸一日入れるようにね。もうね、大変でしょ、それ。だから25日がニューピーなんですよ、今年。今年すごいんですって。あ、これ話したわ。めっちゃ話したわ、これ。いや、今年すごくて。もう21から、あ、違う、24から25、26までニューピーで。店とか全部閉まるらしいです。すごくないですか、それ。なんか、ちょっと体験できるっていうのはすごいですよね。24、25、26。ってことは、ああ、そうか、そうか。いやー、ちょっと大変だな。なんか、でも、そうだ、そうだ。ニューピー、面白いらしいですね。なんか、すごいなんか出店とか出て、その前日はね。今もヒンドゥーの方たち、なんか、ヒンドゥーのクリスマスみたいな感じなのかな？ずっと休みで。人もちょっと、スタートと最終日は少なくなるのかな？スタートの日なんて一週間前なんですけど。え？あ、なんかミュージックを。ミュージックかけてるな。うるせえな。リズムだけずっと。オフライン再生に移動。オフラインで再生できるのこれ。いやいや、そんなこと言うよ。音楽うるせえわ。置いて、なんだっけ？明日たちはやってるみたいな。で、今、明日で最終だから、休む方も多いんじゃないかって感じです。あ、違うじゃん。あ、行ってこよう、うん。出ていいのかな、外で。いいよね。多分、ニューピーじゃないから。ああ。そう、僕、何、あ、あと、ジャコーネコの、フンのコーヒー。これ、すごい高級だっつって。天然のやつは、もう、ジャコーネコがコーヒーだけじゃないじゃないですか、食べるの。いろいろ食べた中で、コーヒーでなんか調整しようと、だからなんかで出てきたコーヒーがすごく美味しいって言って。もう僕ね、そんな都市伝説かと思ってたんですよ。それね、バリでジャコーネコっているんで行って飲んでみたら、やっぱね、すごい美味しい。もうね、乾燥して、もう豆をいったやつがあるんですけど、それで、こう、いってないやつがあって、いらしてくれるんですよ、こうやってバーって。そうしたらもうね、香りがすごくいい。それで、もう豆の時点で全然違う。めっちゃ美味しかった、しかも。なんか変な癖がなくて、なんか、どうあれ ?20 種類ぐらい飲ませてくれるんですけど、めっちゃ美味しかったっすよ、あれ。うん。それで、なんか最近の
そのコーヒーはもう動物虐待みたいな、蛇行猿を飼って豆だけ食わしてみたいなことやってるからすごくねダメなコーヒーなんですって。だけど豆自体もその作ったやつだし、それが天然のやつはねやっぱ違うらしいですね。まだなかなか希少価値が高くなって一杯日本だとね1万円近くしたようなコーヒーありますからね。ジャゴーネコいいコーヒーショップで一杯ですよ、一杯1万円今はもう大量生産で安いのも食えるよう飲めるようになっちゃったんで、それでも美味しいかな普通のやつ。そういうねコーヒーとかもいろいろあるみたいですよ。バリはオリジナルでいろいろあります。今日僕バニラ見せてもらったんですけど、まあバリラはまたちょっといただいたのでまたちょっと紹介しますけど、すごくいいバニラ。これを見ますか。これ生バニラと生バニラと剣の子みたいになっちゃってる。生バニラと乾燥ドライドライと、ウェット、ウェットのバニラ初めて見た。こんなんなんだと思って。ウェットバニラ緑でね、シシトウじゃないですかこんなん。あ、こんなんあるんだな。もうそれそうか。僕、もうなんか、バニラが植物っていうことにもうちょっと驚いてますね。なんだと思っとったんだって話ですけど、あ、バニラって植物なんだなと思って。それを乾燥させたものが出回ってると思うんですけど、いくらっつってたかな。よし。まあ、そのネット環境すっこぶる悪いですね。もう雨降ってる後ろテレビ今 NHK 映ってますけどさ、ダメですからね。もう一重百。うん？一重百。やっぱちょっと高いな。キロって1キロ1000グラム1000グラムかな。ってことは50取れるってことでしょ。50の何の計算しとんだって話ですけどね。あー、なるほど、そういうことか。あーはーはーはー、これはいいですね。まあまあ。っていう、こと、またバニラもね、動画で見せます。そして、なんか、いろいろね、もらってきたものを見せたいと思いますので、またぜひ、動画の方も見てください。今日はちょっと、疲れてしまいましたが、チャンネル登録してない方はね、ぜひしてください。松田健太でした。ありがとうございます。